ザスバ、SBN 飛行する SBN-1522 号機 SBN はブルースター社が開発し海軍航空機工渉が生産したアメリカ海軍で運用された艦上爆撃機である。元来はブルースター社がザスバとして開発し生産する予定であったが、同社では製造能力が不足していたため SBN と解消の上の符で生産された。 1934年にアメリカ海軍は新しい複座の艦上策的爆撃機の試作を航空機メーカー各社に発注したが、1932年に創立されたばかりのブルースター社も一機の発注を受けた。この試作機はザスバマイナス -1 と名付けられ、1936年4月に初飛行した。本機がブルースター社にとって初の自社開発機であった。 ザスバマイナス -1 は全金属製の中、翼単容器で油圧式の引き込み足に羽化変ピッチプロペラ、爆弾装等を有した当時としては非常に近代的な機体であった。エンジンは当初750馬力のライト R-1820 から4を装備していたが、後に950馬力の R-1820 から22に換装して最大速度は 時速4 2 4トルを記録した。これは当時の艦上爆撃機の中で最速であった。試作機が高い性能を示したため、海軍は1938年9月に SBA-1 として量産型30機の発注を行った。しかし、この時、ブルースターはニューヨーク州とニュージャージー州に小規模な工場があるのみで、 航空機の生産設備のある工場を持っておらず、軍の要求する量産能力がなかったため、生産はフィラデルフィアのアメリカ海軍航空機交渉で行うことになり、名称は海軍航空機交渉性を表す SBN と改められた。量産型の SBN はエンジンを R-1820 から38に換装したため、エンジンカウリングの形状が変わっている。 また三羽プロペラに変更され、フラップは細かい穴の開いた、だいぶブレーキ兼用となった。このほか、風防や垂直尾翼の形状も変更された。しかし、海軍航空機交渉に生産が移された後も、本機の生産は遅れ、量産1号機が完成したのは、発注から2年も後の1940年11月だった。これは、全金属製という設計に合わせて、 新たな生産ラインを一から組み上げなければならなかったためで、さらには実際の作業にあたる工員の育成に手間取ったためである。その間に海軍向けの艦上爆撃機としては、さらに高性能なダグラス社の SBD ドウントレスが開発されて納入されていたため、量産機の完成時には本機の存在意義は失われたものとなっていた。その後も生産は父として進まず、 1941年6月から極めて低いペースで生産が行われ30機目の最終生産機が完成したのは実に太平洋戦争開戦後の1942年3月のことであったこの時にはすでに SBD は愚かさらなる光景である新型艦上爆撃機としてカーチス SB2C の生産が始まっており本機は明らかに 時代遅れの機体になっていた。完成した30機は、実戦で使われることなく、海軍第3爆撃飛行隊の使用機として、空母サラトガにまた海軍第8雷撃飛行隊の使用機として、空母ホーネットで、それぞれ訓練用に用いられたが、1942年8月には、スペアパーツが枯渇したことを理由に運用が中止され、前期が部隊より引き上げられた。 X スバ -1 は採用試験の後、1939年より中に移管され、研究機として用いられた。1942年からは上、帰り図の変更した新型の主翼に乾燥されて、各種のテストに従事している。X スバ -1 は、中において1945年9月まで、研究機として用いられた。ありがとうございます。